はじめまして。はじめまして。いつもお世話になった。すいません、はい、今日お時間いただいてよろしく。いえいえ、こちらこそありがとうございます。すいません、いかがでしたレース。今到着していると。いや、すごい面白かったですね。よいしょ。タムロンのね、18300mm。長いでしょ。これをね、お借りしてて、で、タムロンのね、あの、マーケティングの人と、まぁ、ちょっと、あの、テレビ会議ということでね、お話しさせていただいたんですけれども、あの、話したいことがいっぱいあります。あの、マル秘情報がたくさんありますので、あの、よかったらね、最後まで見ていただけたらと思います。はい、改めましておはようございます。今日はね、タムロンさんから18300mm APS-C 用ですね、をお借りしましたので、これのレビューにしたいと思います。いやー、これさ、結構待ってた人も多いと思うんだよね。APS-C の E マウントの、購買率って、18135でしょ？あと18200とかもね、あったはずなんだけど、まあ、その辺のね、レンズが、あの、ソニーが作ってるんだけど、結構ね、設計も古くて、なかなか、あの、もうちょっとこだわったレンズないのかなって思ってる人が、あの、多かったとは思うんですけども、まあ、そこのね、穴を埋めてくれるっていう感じで、あの、タムロンさんがこういったレンズをリリースしてくれましたよと。これ久々にね、あの、高倍率ズーム、いわゆる便利ズームですね。これをね、久々に触ったから、こんなに伸びるもんだっけと思ったんだけど、まあ、大体倍ぐらいの長さになりますね。で、僕が今持ってるのは α6600 なんですけども、まあ、大きさとしては大体こんな感じで、縮めるとこんぐらいですね。そして鏡頭の作りはですね、あの、最近のタムロンさんのレンズとほぼ一緒で、あの、結構ね、マットな質感の強化プラスチックかな。で、フォーカスリングが内側にあって、こっちがズームリングですよと。そして、フィルター系は安定の 67mm でございます。あとは一応ここにね、シーリングが結構ね、シーリングも厚めにあの敷いてあって、簡易防滴ではありますけども、まあ多少のね、雨とか水であれば全然耐えれるようになってます。まあ新しいレンズっていうのもね、あるんだけど、このなんだろうな、このマウントにくっつけた時のこの接触感、このシーリングがすごいフィットしてますよっていう感触はすごい感じられて、結構ね、安心感がある作りなのかなと思ってます。そんで、このレンズの特徴を、まあ、先ほどね、あの、タムロのマーケティングの方とお話しした内容も踏まえつつ、まあ、簡単にね、紹介していきたいと思うんですけれども、まず AF ですね。あの、AF は最近のタムロン、本当に速くて、それと同じレベルの AF を、あの、高倍率ズームに、やっと搭載することができたと。高倍率ズームってね、結構ね、あの、安かろう悪かろうじゃないですけども、あの、今までね、結構画質とか AF は、ちょっとね、そんなに力を入れてないイメージがあったんですけども、タムロンさんは最近あのフルサイズでね、あの 28200mm とかも出したじゃないですか。それがね、すごいヒットしてるっていうのもあって、あの APS-C でもね、それぐらいのクオリティのレンズを作ろうということで、あの AF にはね、すごいこだわったようです。そして次の特徴としては、あの最短撮影倍率ですね。これがね、とんでもないですよ。あの、後でね、あの撮った写真とかね、動画で見せようと思うんですけども、まずね、広角端でハーフマクロです。あの最大撮影倍率が 0.5 までいきます。そして望遠端の方で 0.25 までいけるので、あの相当寄れる方ですね。まあこのね、撮影倍率の高さは、あの最近のタムロンと引けを取らないぐらい、むしろそれ以上ぐらいの相当なこだわりようで、でね、まあこっからね、ちょっと小話なんだけど、あのさっきのね、あのミーティングの時に僕が質問したんですよ。あの、タムロンさん、最近最大撮影倍率へのこだわりすごくないですか？みたいな話をして、まあそこからちょっと盛り上がったんだけど、昔のレンズのスペックシートを見ると、テレタンいくつ、ワイドタンいくつっていう最大撮影倍率の書き方をしてなくて、あの1個しか書いてないレンズって結構多いと思うんですよね。だから昔のレンズってね、大体そんな感じだったらしいんですけども、タムロンはあのそれをあのちょっとムム待てよみたいな感じで考えたらしくて、あの望遠端でこれぐらい寄れるんでしょと、で広角端にしてもっと寄れるじゃんと、そういう設計できるじゃんというのが、あの、始まりらしくて、最近のね、ズームレンズのトレンドは、この最大撮影倍率、最短撮影距離を、この望遠端と、この広角端で変えてあげると。まあ、大体ね、広角端の方が寄れることになるんですけれども、これを変えてあげよう
ってなったのが、まあ、最初がタムロンかどうかはねちょっとそこは分かんないんですけども、タムロンさんはその辺をあのユーザー目線でね考えて一生懸命設計したようでして、まあ、特にねあの広角端はすごい寄れるレンズを作っているという感じになってます。これちょっと今撮ってみる、これとんでもないからねちょっとこのお茶をね撮ってみようと思うんですけども、あのこれでねマニュアルフォーカスにするでしょ、で最短撮影距離にしていくよ、こう来てこう来てこう来て、もう これもうさぶつかってるっしょこれ、 こんなんで撮れるよ、パチッとな、はい今の写真これですこんなんピント合うわけないじゃんって思ったんだけど、普通にねこれで撮影できちゃうんですよね、これがすごくて、でさらにねこれねマル秘情報、あの僕だけが今知ってる情報なんですけども、今のね最大撮影倍率 0.2 なんですけども、それね広角端でできるじゃないですか、なんとねこれをね 35mm にしてもこれね最大撮影倍率 0.5 なんですよ、これねすごいですよ、あの 35mm ってことはあのフルサイズ換算で言うと約 50mm になるじゃないですか、 50mm でハーフマクロってねこれねすごいですよ、これもちょっとやってみると今ね 35mm にセットしてこんな感じでこんぐらいかな、パシッとな、うん、まあこんな感じで撮れるんだけどね、でこのね 18mm と 35mm どっちでもめっちゃ寄れますってのがこれねすごい大きなメリットで、あの 18mm で寄るといわゆるね広角マクロっていう扱いになるんですよね、18mm だから換算 27mm かな、それでこんなに寄れるってなると結構ねこう視界がバーッと開けるようなそういうあのワイドなマクロになってて、あの楽しいんだけどね結構ね難しいんですよ、被写体を選ぶし角度をすごいあの変えなきゃいけないしちょっとね難しいんですけども、この 35mm で寄れるのはすごいなんだろうなシンプルに寄れて便利っていうそういうイメージなんですよね、でなんならこの 50mm 換算 75mm とかでもこれもねむちゃくちゃ寄れるし、これで撮ってみようかね、まあ、こんな感じでめっちゃ寄れるし、この辺のねマクロの使い分けこれがね結構楽しいですね、もうマクロを楽しむために買ってもいいぐらいかなと思います。まあそんな感じでね長々と語ってしまったんだけど、それぐらいねこのレンズの大事なところでこの18から300っていうすんごい長いレンジなのにめっちゃ寄れるってことはとんでもなくね撮れる絵の量が違うんですよ、これね段違いだと思う、今までのどのレンズよりも撮れる絵が多すぎる、まあ、多すぎて困るっていうのもあるんだけど、ものすごい量のレパートリーが撮れるということになってます。だからねこれね最後の方でもちょっと触れようと思うんだけど、初心者向きに一瞬思えるんだけど、ちょっとね逆に上級者向けというかいろんなレンジといろんなこの最短撮影距離を使いこなせないと結構ね宝の持ち腐れみたいになっちゃうかもしれない、まあそれはねちょっと後にも話そうと思うんですけども、まあそんぐらい撮れる絵が多いレンズですよと。そんでね次の特徴があの VC がついてるってことですね、あの手ブレ補正機構がついてるので、あの α6400 とかねそういったボディ内手ブレ補正がついてないボディでもあの全然ね安心して使えると思います。でタムロンのねこの前発売された、1770mmF2.8 っていうあの F2.8 透視のねレンズがあったと思うんだけど、それのあの手ブレ補正がね動画対応の AI 手ブレ補正みたいな感じになってなってるんですよ。でそれがこのレンズにも搭載されていますが、ここで大事な情報です。その AI 動画手ブレ補正を使えるのはこの広角側の18から70までがその AI 動画手ブレ補正っていうあの機能を搭載している範囲で、それから先に行くと普通の手ブレ補正になります。
はい、そして最後の特徴がですね、あの高画質ということで、あのこれもねタムロンさんのマーケティングの方もねすごい推してて、このね高倍率ズームは昔からね、あの安かろう悪かろうというか、あの長かろう悪かろうみたいなね、あのこういっぱいいっぱいズームできるから、まあ多少の画質はねしょうがないよねみたいなあの雰囲気があったんですけども、それをあの絶対に払拭したいっていうタムロンの強い思いであの作られたから、画質に関しては相当こだわりがあるみたい で、僕自身もねそれはねなんとなく感じますね。あの僕ね画質すごい詳しい方じゃないし、あのピクセル1個ずつね見てね、あの等倍確認であのこっちの方が画質いいですとかそういうことはやらないようにはしてるんですけども、でもねあの昔のね高倍率と比べて300でも200でもあの全然綺麗だし、あすごい進化してるなっていうのはあの肌であの実感することができます。まあ、この辺はねあの最後の方にあの動画とか写真とかをね見返してあの皆さんの目であの確かめてほしいとは思うんですけれども、あの画質に関してはあのタムロンさんがねあの太鼓判を押すだけのことはあるかなとは思ってます。まあ本当にね、あの詳しく知りたい人はあの海外のサイトとかさ、あの日本の国内でも結構あのなんかねチャートとかをさ印刷してそれを撮影してやってる人たちいるじゃないですか。まあ、そういうありがたい方々のあのレビューを待っていただき、まあ、なんとなくのね画質の雰囲気をあのね今回はお伝えできればいいのかなと思っております。ということでね、あの撮ってきた写真とか動画を見返すコーナーに入ろうと思います。まずはね撮った写真を見ながら、あのこんな感じの写真が撮れますよとか、あのこういうところいいねみたいな話をしていこうと思うんですけれども、で今から喋っていくのはあの写真の順番ごとにねあの伝えたいことを伝えていこうと思いますので、あの結構ねあの伝えたいことがまとまってないというか、あの順不動になってしまうんですけれども、あの上から見ていこうかなと思います。で最初ねこの同じ写真がいっぱいあるんですけども、これはね手ブレ補正がどれぐらい効くのかなっていうのをいろいろ試したって感じで、あの 300mm の望遠端で撮ってますね。なので換算 450mm っていうことで、まあかなりのね望遠にはなってるんですけれども、これがね50分の1で撮ったやつですね。まあ、この画像のざらつきはこの ISO がね6400の暗いところで撮ったんで一旦置いといてもらって、このピント面の像のズレですね、でこれを見ていただくと、まあ、50分の1でもねしっかりグッと持って撮ればこれ多分ね全然ブレてないですね。なので50分の1でも全然大丈夫かなという感じですね。これも50分の1、うん、まあ、これはほんの少しずれてるかもしれないけど、いやでもブレてないね。あこっちがちょっとブレてるか、この1枚目がこの1枚目がほんの少しブレてるかもしれない。ここの O のね輪っかの外側見てもらうとほんの少しずれてるかもしれないけども、まあ及第点というか妥協できる範囲かなと思います。これは1/100、うん、100分の1も、うん、結構止まってるんじゃないかな。これね僕も専門家じゃないんであれなんですけども、これ40分の1ね、これが1/100、これ40分の1、あやっぱ40分の1はちょっとブレてるね。これが100、これが40 100 40 100、うん、100分の1ぐらいあれば安心かなという感じですね。まあ、そんな感じでねいろいろ撮ってきたんだけど、ちょっとサムネを大きくしようかな。まあ、これは 30mm で適当に撮ってみたやつで、これは 300mm の望遠端ですね。これちょっと明るくしてみましょうかね。ぐーっと明るくして、ISO が320ですね。うん、こんなもんです。まあね YouTube で見せたところでどうなんですかっていう話なんですけども、まあ、結構ねパキッとしてるんじゃないかな。あちょっとねあの画面の端っこの方は、まあ、パープルフリンジっていうのかな、色収差っていうのかな、ちょっとね出てるかもしれないんですけども、それでもね十分綺麗だと思います。これがね換算 450mm、 しかも便利ズームの望遠端とは思えないぐらいですね。そんでこの辺はボケ味を見た感じですね。これねローの取っ手出しなので、あの何も補正はしてないんですけども、うん、まあボケは
こんな感じです。これは ISO800 だからね、少しザラついてるんですけども、まあこんなもんですかね。でこれが 135mm、 まあ135ぐらいまでいけば十分ボケるんじゃないですかね、まあ、手前の方もねうっすらとボケてて、うん、十分にあの便利ズームとしてはボケてる方かなと思います。これは 40mm ですね。これねちょっとねボケはボケがねうるさいっていう表現って僕ちょっといまいちねあのピンとこないんですけども、これをうるさいという人もいるのかもしれない。でもねこれなんかレンズのせいっていうよりも単純にさ 40mm の F4.5 しかも APS-C ってさ、そもそもそんなにボケないからあのボケが目立ってるっていうだけかもしれないですね。だからねこういう後ろになんかちょっと木漏れ日っぽいものがあると少しね目立つかなっていう印象はあります。とはいえあのそこはね便利ズームなので、こういうね写真を撮ってちょっとボケがうるさいなってなったら別にズームして寄ってあげればいいわけで、これね 90mm で撮ってみましたと、さっきとね比べて全然ボケの感じも違うし、ちょっとね白レベルを下げてあげて、あー蘇ってきますね。こんな感じで、まあ、適当にホワイトバランス変えて、もうこの辺はね適当なんですけども、まあ、こうなってくるとねミラーレスカメラで撮った写真だなっていうのが分かってきますね、うん、この辺はポートレートですかね。これもローファイルいじってないやつですね。これが 88mm で、これも 88mm、 これ 55mm ですね。これは 118mm、 まあこの辺の使い分けですよね。こういうね中望遠の絵とこういう、まあ、標準域のね、まあ、これだとねちょっとボケが足りないような気がしなくもないですけども、まあ、その辺はねこの 118mm とかでしっかりとズームしてあげればこれぐらいはボケますと。でこれは広角端ですね。広角端の 18mm で、まあ、よくある構図ですね。あの手前に何か物を置いてあげて、あのファーッとねあのパースを効かしてあげるという感じで、これもちょっとパキッとさせてみようかな。こんなもん、こんな感じ。まあ適当ですけどね、まあ、ちょっと光をこうやって入れてあげて、まあよくある感じかな、まあ、ちょっとトリミングしようかな何の動画かちょっと分かんなくなってきてるけど、まあ、こんな感じ、うん、まあ、よくある構図ですね、まあ、こういうのもあの広角端のね 18mm であれば撮れるよと。あとはあーこの辺いい写真じゃないですか。これ何ミリだろう。これは300ミリ。おーすごいね。あでも ISO が6400までいっちゃってるね。こうなっちゃうんですよね。あのこれねすごい大事なことなんですけども、この便利ズームのこの望遠端の方300ミリとか200ミリになってくるとシャッタースピードがねマジで一瞬で上がるんですよ。これ800分の1秒で撮ってるでしょってなると、あの気づかないうちにね ISO 感度がどんどん上がっちゃうんで、初心者の方とかはね特に気をつけた方がいいと思います。これね設定でいくらでも変えれるし、あの一番最初に話したように、まあ、100分の1とかね200分の1秒があればあのしっかりね止めることはできるので、まあ、その辺の設定にしてあげて、あの ISO 感度はねあの落としてあげるっていうのがすごい大事かなと思います。そんでこれが 154mm ですね。これもねちょっと ISO 感度が上がっちゃったから後ろがかなりざわついてはいるんですけども、この辺だけ見るとねあの中望遠で切り取った写真だなっていう感じがして、うん、ボケの量もねこれねボケすぎてもいまいちわかんないと思うんですよね。このベンチが2つあるんだなっていうのがこれ以上ボケるとわかんないじゃないですか。だからボケの量としてもこれぐらいでちょうどいいのかなとは思います。これは 300mm ですね。 300mm の ISO が3200、まあ、3200ぐらいならまあなんとか SNS であれば問題ないかなっていう感じはしますね。ちょっと明るくしてあげて、ちょっとノイズをね除去してあげて、まあ、若干青みがからせて、うん、こんな感じで、あいい写真じゃないですか。これは 300mm の開放 F6.3 ISO が3200、
そして、500分の1秒ですね。ああ、これはあれだね。外でも限界シャッタースピードテストをしてみて、これは125分の1ですね。望遠端の300ミリなんですけども、これはね、多分ビシッと止まってますね。ただね、125分の1にしても、ISO ね、1600ぐらいいっちゃうんですよね。だから、気になる人は気になるかもしれない。この辺のね、ざらつきが。でもこの辺だけ見ればね、全然しっかり写ってると思います。ああ、これとかいい写真じゃないですか。ちょっとね、人の顔が普通に写ってるからアップにはしないんだけど、これは何ミリだ？ 300 ミリですね。で、300ミリからちょっと前ボケを入れつつ、左側に人を置いてみたと。結構ね、いいスナップだと思いますよ。あ、これは広角端のスナップ。うん、これね、なんかちょっとなんとなく富士フィルムっぽい絵にしてみたんですけども、あ、ちょっとあれかな、ちょっとビネットを入れたくなってきた。うん、こんな感じ。左が現像前で、右が現像後ですね。まあ、こういうね、スナップにも向いてると思いますよ。で、これとね、もう一個いい写真があって、この2つかな。うん、このね、左のスナップと右のスナップ、これね、実はね、同じ位置から撮ってるんですよ。このね、少年を撮った位置から、遠くの方見たらね、階段降りてる人がいたんで、そっから、これ何ミリだろうね、これ、こっちは175ミリか、でこっちが18ミリでしょ。このね、2つの絵、これね、同じ場所から撮ったとはなかなか思えないんですけども、まあ、こんな感じでね、スナップはかなり楽しいですね。うん、あとはこれも300ミリ、うん、300ミリの開放で、ISO が1250、うん、なかなかいい感じなんじゃないですかね。うん、これは232ミリ開放ですね。まあ、ポートレート、ちょっとね、これ見るとこういうね、木とかざわざわっとしたものが後ろにあると、ちょっとなんだろうな、気になるっていう言い方はあれかもしれないですけども、なんだろうね、こう丸くなってんのかな。ちょっとぐるぐるボケに近い、気のせいかな、なんかたまたま丸くなってんのかな、これ。ちょっとわかんないけど、まあね、これ F6.3 だからね、まあ、300ミリぐらいにすればもうちょっとね、ボケ感は変わったのかもしれないんですけども、まあ、こういう感じに映りますよと。これは約50ミリですね。まあ50ミリでね、無難にスナップ撮っても全然楽しいです。で、これは、鳥ですね。この鳥の名前、なんて言うんですかね、僕ちょっとわかんないですけども。これ、なんか加えてんのかね。で、鳥ね、羽ばたく瞬間とかを待って狙ってたんですけど、鳥ね、全然撮ったことがなくて、僕の技術力が追いつかず、こういうね、止まってる鳥しか撮れなかったんですけども、まあね、換算450ミリあれば、鳥を撮ったりするのもね、だいぶ楽しいんじゃないかなと思います。で、これはいい感じの草ですね。これは左が、現像前で、右が現像後ですね。こんな感じに仕上がりましたと。あとは、うん、これも広角端じゃないかな。うん、ちょっとね、これも富士フィルム風にレタッチしてみたんですけども、まあ18ミリはね、換算27ミリで、そんなに広いってほどじゃないんですけども、まあ、いかんせんね、望遠端が300ミリなんで、この換算27ミリでもだいぶ広く感じますね。撮ってて、こんなに広くなるんだっていう印象はあります。で、最後ね、これは玄関の靴を撮ってみましたと。これは、うん、こんな感じですね。これ何ミリで撮ったんだろう。これ42ミリ。うん。まあ、てな感じで、とてもね、一本のレンズで撮ったとは思えないぐらいレパートリーがあって、特に驚いたのは、やっぱこの2つだよね。この2つがさ、同じ位置で撮ったっていうのが僕は衝撃で、すごいね、楽しいなって思いました。こういうね、スナップ生活をしたい人、結構ね、向いてるし、いいレンズなんじゃないかなと思います。よし。で、写真はね、そんな感じにして、次はね、動画の方を見ていきたいんだけど、動画の方はね、結構注意点があって、まず色味に関してですね、色味は今お見せする
動画はそんなにね一生懸命調整したわけじゃなくて、とりあえずねあのピクチャープロファイルは HLG にして、あの簡単な色補正をしただけで、でさらに言うとあのホワイトバランスがねすごい調整が難しくて、あのズームするとさ、あのホワイトバランスって結構オートの場合ってくるくる変わるんですよ。まあそれもあってあの色味に関してはそんなにあの気にしないでっていうか、ちょっとね変な色だって思ってもそこはねご勘弁いただきたいので、まあ、主にね手ブレ補正とかその辺の、あの情報をあの保管するため の、 あの素材ですよということをね一応ご説明しておこうと思います。で最初これが手ブレ補正の機器ですね。まあ結構ね片手で持ってるし、あの重いんでね、レンズがそこそこ重いんで結構ねブレてるかなっていう感じはあるんだけども、まあ他の映像を見たりするとこれもね片手で持ってるんですけども、これはね十分あの効いてるかなって感じがします。あの α6600 のねボディ内手ブレ補正もあるので、そこそこ抑えられてるかなっていう印象はありますね。そんでねこれがね結構気になったところで、あのね 300mm の望遠端で動画撮るとあの結構難点があって、まず一つがねこのこれなんて言うんだっけ、このゆらゆらっていうの、あなんだっけ、あそうだ、ローリングシャッターだ。ローリングシャッターがねちょっとね目立つんですよ。これはねレンズのせいじゃなくてほとんどボディのせいなんですけど、こんな感じでねふわふわふわっとねなっちゃうんですよね。これはねもう本当にどうしようもないことで、あの換算 450mm になるとこっちのね手元のちょっとした角度のブレですごい絵が動くんで、それによってねローリングシャッターがねやっぱ起きやすいんですよね。でこれはねタムロのレンズは全然悪くなくて、どっちかというとボディのせいなんですけども、なので α6000 シリーズのセンサーが新しくなって読み出し速度がね上がればこの辺の欠点はね解消できるとは思うんですけども、あの現時点であの望遠端でね動画を撮ろうとすると結構気になると思います。あとそれとね合わさってその手ブレ補正も結構シビアで難しいので、こうねなんだろう、キュッキュッキュッって動くんだよね。あのちょっとしたブレを拾ってクンクンクンってこういっちゃうんだよね。だからこれがね結構あの Vlog をねしたい人はちょっとね気になるのかなと思います。ただ補足しておくと、このね換算 450mm とか 300mm とかそういう超望遠の領域になってくると、あの動画撮る人はだいたいね三脚をガチッと置いて、あのすごいね滑らかな雲台を使ってこんな感じでねスーッとやるんですよ。あのよくなんかスポーツ観戦してる中でさ、あの先頭に立ってなんかバカでかいカメラ持ってる人たちいるじゃないですか。ああいう人たちほとんどなんかでかい三脚につけてこうやってるじゃないですか。まあ、あんな感じにしないとあの安定した絵は撮れないっていうのは一応ね頭に入れておくといいのかなと思います。そんでこれね、これ最短撮影距離のテストです。これがねマジでね最初ぶっ壊れてるのかなと思って、カメラが間違えてね無限遠点に合わせちゃったかなと思ったら、そんなことはなくて、あのもっと近づけなきゃピント合いませんでしたっていうだけのオチだったんだけど、これはねマジで度肝を抜いたというか、今まで使ったレンズの中で一番近いんじゃないかな。ほとんどねレンズに当たるぐらいまで近づけないと映んなくて、で一つアドバイスを言っておくと、こういうマクロ撮影、こういうっていうかこのレベルの近距離撮影になってくると、あの、ね、普通光が届かないんですよ。あの近づきすぎて光が全然ないから、あのあんまりいい絵は撮れないんですよね。でタムロンのね公式サイトに確かねなんかオレンジの輪切りみたいなマクロ撮影があって、まあ、それもねすごい綺麗だなと思ったんですけども、あんな感じでね、あの水分を含んだものとかちょっと薄手のものとか、そういう光を通すものじゃないとあんなにね綺麗には撮れないです。ここはね結構覚えておいた方がよくて、これ葉っぱもね多少光を通すんでこんな感じで撮れてますけども、あの普通にね例えばこの辺のねキーボードとかマウスとかによってもあんまり綺麗に撮れないと思います。これはね望遠端の AF テストですね。これね瞳 AF が効いてるんですけども、まあね、さすがに望遠端だと少し迷うんだけど、また取り戻してみたいな、そんな感じの挙動が多かったですね。これも同じようなテスト でこの辺まではずっと合ってて、だんだん近づいてくると一瞬逃してでまた見つけてみたいな、そんな感じですね。うん、これはちょっとねシネマチック風にあの遠くから撮ってみて、結構ねいいあの素材っていうかいい映像を撮れたのかなって気はしてて、
うん、こんな感じで普通のレンズじゃ撮れないような絵で、これでねシネマチック系を撮るのも悪くないんじゃないかなと思います。あんまりね普通の Vlog でこういう絵を出してる人っていないんで、あの見てる人もね、おなんかすごいレンズ使ってんなみたいな、そんな印象は受けるのかなって思います。これはね遠くに飛んでる飛行機を望遠鏡でギューッと撮ってみたんだけど、これもねちょっと、これはローリングシャッターとは違う現象かな。このね望遠鏡で追従していこうとするとやっぱねどうしてもねカクカクカクってなるんですよ。これあの手ブレ補正のね制御的にちょっとしょうがないのもあるかもしれないんですけども、ちょっとねクックックックってなっちゃうんですよね。これはねやっぱねレンズのせいっていうよりもどっちかっていうともう 450mm ってそういう世界なんだっていう認識をしなきゃいけなくて、半端なね技術とか知識とかであのパシャパシャ撮ってるとそんなにねいい絵は撮れないというか、ちゃんとね考えて道具も揃えなければあのいけないレベルかなと思います。まあもちろんね静止画の方はあの多少ねシャッタースピードを抑えるぐらいで対応はねできると思うんですけども、動画で 450mm ってなってくると結構慣れと根気とあの工夫が必要かなっていう印象はあります。そして最後、これも最短撮影のテストですね。やっぱいろいろ試したんですけども、こういう葉っぱとかねあの水分が多いもの、光を通すものが結構綺麗に映るのかなっていう気はします。はい、そんな感じで何分喋った、俺結構喋ったね、34分喋ってるねそんな感じでございました。でね、総合的な感想を述べると、まずね楽しいですね、何よりも。今回ね3日ぐらい同じルートを散歩をしてきたんですけども、あのね同じルートを散歩しても毎回ね撮れる絵が違うんですよ。あのこんなもの撮れたんだっていう感じがしてて、あのねいつもね単焦点を使ってる身からすると、あのやっぱねどうしても撮れる絵が寄ってくるっていうか、同じ散歩コースならなおさらさ、あの大体似たような写真しか撮れなくて、あの天気が違うとかね季節が違うとかそういうことしないとあんまりあの絵の種類って増えないんですけども、このレンズはね行くたびに本当にね撮れる写真が違くて撮れる動画も違くて、そこがね一番大きなメリットっていうか、結構ね感覚的な話なんですけども、あとはねこういう便利ズーム全般の話になるんですけども、このねレンズに限らず便利ズーム全般の話になると、あの初心者向けって思われるかもしれないんですけども、あの決してそんなことはないです。むしろね一番難しいと思いますだって撮れる絵の量が多いってことはさ、あのそれから選択しなきゃいけないじゃないですか。一つの被写体を見つけたとしてもどの焦点距離で撮るのかっていう、その選択肢がさもう一番多いわけじゃないですか。あらゆるレンズの中で一番多いじゃないですか。だから初心者の人ほど迷うし、あの正解を導けないっていうレンズだと思います。これはねあの正直にはっきりと申し上げておきます。だからどっちかっていうと上級者向け、あでも上級者向けと言いつつもあのいろんな焦点距離を楽しめるから初心者向きっていう気もするんだけど、結構難しいですね。だから最初の一本にこれを勧めたいかっていうと決してそうはならないですね。最初の一本何がいいですかってなると、僕はね 17-70mmF2.8 あっちを勧めたいかなと思います。あっちはねやっぱ F2.8 であのボケもねもっと綺麗だし、シャッタースピードとかもねそんなに気にしなくていいし、あのまあザ基本のレンズっていう感じはするんで、あの最初の1本全くカメラ知らないけどこれ使ってみようってなると結構ね難しいと思います。まあ反面ね、あのいろんなレンズを使ってきて単焦点もあるし、それなりのね標準ズームもあるけども、なんかもっとねいっぱい選択肢を増やしたり、あのいろんな焦点距離をあの楽しく使っていきたいという人はもう間違いなくベストだと思います。はい、そんな感じですね。40分いったかな、40分近く喋ってるんだけども、そんな感じですそんな感じしか言ってないね、まだねこれを借りれる期間が少々ありますので、あの近々ね Vlog を撮ってみたり、また追加の写真とかね撮ってみようかなと思いますので、また動画は上げると思います。あれだね、なんか質問が来てたね。あの僕がインスタとかであの募集してた質問事項に関しては、あの今日はねちょっと疲れちゃったんで、あの次回以降回答させていただきますということで、あの次回の動画もよろしくお願いいたします。